本を飾ります全日本プロレス79年世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ最終戦を迎えます。浦和国技館であります。歓声が起き上がりました。スカイハイです。ビンマスカラス、ドスカラス、マスカラスブラザーズのテーマソング、スカイハイが超満員の浦和国技館に流れています。日本列島を興奮のるつぼに叩き込みました。ビンマスカラス、天の顔を持つ男、そして飛鳥仮面ドスカラスが今ファンの間もみくちゃにされまして、公式の最終戦生中学との一戦を浦和国技館で迎えます。まずビンマスカラスが登場、そしてドスカラスも登場してまいりました。大きな歓声で迎えられました。ビンマスカラス、ドスカラスであります。現在まで8点の方は6点であります。マスカラスブラザーズ第4位につけています。日本テレビのスポーツテーマが流れてまいりました。得点の方は現在7点、ドイツを狙います全日本プロレスの最強タッグチーム、昨年の優勝チームであります得点7の馬場鶴田組が今花道を取ってリング上に進みます。最終戦はマスカラスブラザーズとの一戦であります。ここまで3勝1チャンピオン引き分け1フィンガーズ引き分けで得点が7となっています。鶴田が登場、そしてゆっくりと世界のジャイアント馬場が姿を見せました。浦和国技館、超満員の歓声に迎えられました。両タッグチーム4人の選手が勢ぞろいであります。七色のテープが乱れ飛びます。今大会のウィークネスとして NWA の事務局長でありますジム・バーネットさんがやってまいりまして、ただいま満員の蔵前国技館のお客様に紹介されました。 NWA の実力者でありますジム・バーネットさんが紹介されました。この NWA 事務局長ジム・バーネットさんに日本テレビより花束が贈られました。本当に大きな大会に来られまして非常に嬉しいというふうに言っておりました。事務局長ジム・バーネットさんが今馬場鶴田と握手、そしてマスカラス、ドスカラスと握手いたしました。世界一のプロレスの組織を取ります NWA の組織もこの全日本プロレスの世界最強タッグ決定戦には注目をしています。79年世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦最終戦、試合に先立ちまして日本テレビより花束が贈られました。馬場鶴田、そしてドスカラス、マスカラス以上の4選手に花束が贈られました。これより両タッグチームの紹介が行われます。熱気に包まれています。顔を持つ男、ミルマスカラスが紹介されました。空中戦法が空中戦法で倒します。ジャンボ鶴田、あとはありません。世界のジャイアントマラが紹介されました。必勝 V2 にはどうしても勝たなければいけません。両タッグチームの紹介です。興奮のるつぼと化しました蔵前国技館のリング上、79年世界最強タッグ決定リング戦45分の一本勝負、両タッグチームにとりまして最終戦であります。得点圏が今原リングアナウンサーより紹介されましたけれども、現在 C を行っていますファンクスは得点9点、そして2位を行きますブッチャーシークが得点8点、馬場鶴田組が3位で得点7点、そして6点にマスカラスブラザーズが入っています。上位の4チームであります。さてゴングが鳴りました。公式戦であります45分一本勝負、放送席解説は竹石さんでございますが、まあ、この一戦はですね馬場鶴田にとりましても絶対負けられない、マスカラスブラザーズにとりましてもですね2位を確保するためには絶対負けられない注目の一戦になりましたね。そうですね、優勝もかかってますし準優勝もかかってますからね、はい、ましてこの会場の熱気ですからね、どちらのチームも一歩も譲れませんね。ドスカラスが出てまいりました。ジャンボ鶴田が出てまいりました。まず馬場鶴田組は
インディアンチームに勝ち、そしてブッチャー飼育組には札幌で2階席まで追いかけるというハプニングで両者リングアウト引き分け、得点がありません。大塚方に勝って4点目、白覆面昆布に勝って6点目、そして長崎大会ではファンクスと時間切れの引き分けで1点を追加、7点、第3位につけています。一方のマスカースブラザーズは序盤戦に飛ばしました。白覆面昆布に勝って2点、インディアンチームに勝って4点目、大阪大会ではファンクスに敗れました。作戦ミスでした。ドスカラスがドリーに捕まっています。負けました。得点0。そして大塚方に勝って得点2を追加して6点目、それから博多大会では、福岡大会ではブッチャー飼育組に敗れました。リングアウトで敗れたということで痛恨の1敗、得点は6ということになりますね。しかしですね、今日もしここで2点を取ればですね、準優勝という栄光が待っているわけですからね。そうですね。さあどうだ、おっとジャンボ鶴太郎先制攻撃は空を切りました。ドスカラスが行きます。そのまま投げを見せました。さあ早い展開、早い展開、エビ固め、エビ固め、ドスカラスがエビに取りましたが、カウント2、カウント2不十分です。まあ、試合前ですね、はい、馬場選手、久保選手ともに自力優勝の道はなくなったというふうにかなりがっくりしてましたね。そうですね、やっぱ勝ったところでファンクスと同じ9点ですからね、自分の自力優勝が全く可能性ないわけですからね。まあ、この後の公式戦、ブッチャーシーク、ファンクス組との一戦で得点経過がですね、ミリーの場合に行きますと、たった1つ可能性があるんですが、ブッチャーシーク、ファンクス組が両者リングアウト引き分けで、両チームとも得点がいることできない、現状維持ということになりますと、馬場鶴田がこの勝ちます。おっとリング上です。早くもリバースロメロスペシャル見せました。ドスカラスリバースロメロスペシャルを見せました。ドスカラスですが、さあどうでしょうか。レフリーのジョーキー口がギブアップかどうか聞いていますが、どうでしょうか。ジャンボ鶴田こらえています。ジャンボ鶴田がこらえている。ドスカラスがリバースロメロスペシャル、逆さ釣り天井ちょっと崩れました。早くもドスカラスが大技を見せています。ドスカラスが大技を見せています。まあ、このババツルタ組が V2 をもしあるとするならば、最終戦両チームとも、リングアウト引き分けで得点を入れることができない場合だけですね。これは非常にまた薄い可能性ですのでですね、ババツルタ組としてはもう心中本当崩れたものなんですよね。まあ、言ってみますと、ババツルタ組の V2 は首の皮1枚だけしか残っていないということになりますね。そういうあれがぴったりですね。さあジャンボ鶴田がエルボースマッシュを見せました。ロープに飛ばして空中殺法か、ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパット、軽量のドスカラスが吹っ飛びました。ドスカラスが吹っ飛びました。まあ、今回ですね、ドスカラス、ウルマスカラス組は軽量なので心配されていますが、さあどうでしょうか。そのままローリングクラッチホールド、ローリングクラッチホールドを見せました。エビ固めです。切りました。受け取ります。ジャンボ鶴田、カウントは不十分です。目まぐるしい攻防。今回の大会、軽量のドスカラス、ミルマスカラス組は非常に不利だと言われたんですが、ここまでの戦いを見ますと非常に素晴らしい戦いぶりですね。まあ、あの腰はですね、一つ伸びませんでしたけども、選手のフェアプレーに徹してましてですね、それをお客さんが何よりも一番よく知ってますね。そうですね、大きな拍手で迎えられました。ミルマスカラス、このままヘッドシザーズホイップを見せました。ヘッドシザーズをしたまんま投げを見せます。これは強靭な首のバネと腰の回転ですね。とにかく首の強さはもう桁外れですよね。まあ、本人もですね、大阪でのファンクスとの一戦は自分